ジョゼフ・チェンバレンは、イギリスの政治家、バーミンガム市長として、社会主義的な姿勢改革を行って、名を挙げ、国政に進出。はじめ自由党に所属し、ウィリアム・グラットストン内閣で、通商大臣や自治大臣を務めたが、その後、離党して、自由党一党を結成し、保守党のソールズベリー公爵や、アーサー・バルフォアの内閣で、植民地大臣を務めた。 積極的な帝国主義政策を遂行し、大英帝国の強化、拡大に努めた。社会主義と帝国主義を融合した、社会帝国主義の政治家として知られる。ロカルノ条約で、ノーベル平和賞を受賞したオースティン・チェンバレン外相や、ナチスドイツへの融和政策で知られる、ネビル・チェンバレン首相は息子である。1836年に、聖家業の実業家の息子として生まれる。 ユニバーシティカレッジロンドンを卒業後、父の製果工場で働く。1854年から父が出資していたバーミンガムのスクリュー製造会社の経営にあたり、労働者に優しい大企業に育て上げた。1874年にバーミンガム市長となり、ガス、水道の市営化など社会主義的政策を行って注目を集める。1876年に バーミンガム選挙区から自由党の庶民議員議員に当選して国政に移る。1877年に自由党全国連盟を結成し、その巨大な大衆動員能力を背景にして、自由党内に新旧新派と呼ばれる派閥を形成し、社会政策、帝国主義政策を訴えた。1880年の総選挙の自由党の勝利には連盟が大きく貢献しており、 総選挙後に組閣された第二次、グラッドストーン内閣に通商大臣として入閣した。貿易を所管したことで、帝国主義思想を強め、エジプトの繁殖民地化などを推進した。1885年の総選挙では、農地改革などを盛り込んだ非公式綱領を掲げて、国民の人気を博し、同選挙の自由党の勝利に貢献した。1886年2月に成立した第3次、 グラットストーン内閣に自治大臣として入閣するも、グラットストーンが推し進めるアイルランド自治法案を、大英帝国の結合を弱めるものとして反対して、すぐに辞職した。その後、自由党保育派の領収ハーティントン公爵と共に、自由党を離党して、自由党一党を結成した。1886年7月に成立した、保守党政権の第二次ソールズベリー公爵内閣に、 対しては、チェンバレンら自由統一党は、格外協力の立場を取り、首相ソールズベリー公爵に圧力をかけて、一定の農地改革や地方自治を推進させた。1895年の第三次ソールズベリー公爵内閣では、自由統一党は保守党と連立政権を組み、チェンバレンも植民地大臣として入閣した。トランスバール共和国再併合計画に主導的な、 役割をを果たたしし第二次防戦争を引き起こ1902年のアーサー・バルフォアの内閣にも植民地大臣として留任したが関税の再導入を主張したことで閣内、党内の自由貿易派と対立を深め1903年には辞職したその後も関税再導入を主張し続け保守統一等の亀裂を深めた1906年には脳卒中で倒れ 1914年に死去した。1836年7月8日に、ロンドン郊外カンバーウェルに生まれる。父、ジェゼフ・チェンバレンは、上流中産階級に位置する、聖火業の実業家であった。先祖に統一法に反対して処刑された、カトリック聖職者、リチャード・サージェントがいる。チェンバレン家は、代々非国教徒のユニテリアン派であった。チェンバレン家は、職業的にも、 宗教的にも典型的なイギリス上流中産階級であったと言える。裕福な家庭ながら被告教徒であるため、パブリックスクールやオックスフォード大学やケンブリッジ大学など国境会系の名門校への入学は断念し、私立学校を経て1850年にユニバーシティカレッジロンドンに入学した。この大学には2年間だけ在学し、1852年から16歳に、 して、父の成果工場で働くようになった。特別扱いされることなく、作業着を着て、他の一般の職人たちと共に、成果作業に当たった。この経験で労働者の心情に通じるようになったという。18歳の時の1854年、いとこに当たるジョゼフ・ヘンリー・ネットル・フォードが経営するスクリュー製造会社に、出資者の一人である父の名しとして参画することに、 なり、単身バーミンガムに移住した。以降1874年までその会社の経営に参加して実業家として活躍する。同業他社の買収を推進して、ネットルフォードスクリュー製造会社をミッドランド地方の独占企業に育て上げた。大英帝国植民地をはじめとする海外への市場拡大にも積極的だった。スイス、ドイツ諸国。 フランスなど大陸諸国への出張の機会も増え、ヨーロッパ情勢に通じるようになっていった。一方で大実業家となっても労働者目線を忘れず、さんに労働者たちとの討論会を開催し、労災や疾病の保障組合の創設を主導した。さらに労働者たちのための夜間学校を開催して、自ら文学、歴史、フランス語、数学の教鞭を取った。こうした努力の結果、 ネットル報道社ではストライキが全く発生しなかった。これは当時の企業としては非常に稀有なことであった。やがてバーミンガム市の名手として知られるようになり、1869年にはバーミンガム市会議員に選出されている。市会議員時代から急進派として活動し、ラジカル、ジョーと呼ばれたという。1873年にバーミンガム市長に就任した。 チェンバレンは自由放任された、不衛生なバーミンガム市を積極的な都市改造、インフラストラクチャー設備で近代都市に生まれ変わらせた。この市政改革は19世紀後半のイギリス核、都市の見本となった。1875年には公衆衛生法の後押しもあり、市民の健康に大きな影響をもたらすガスの、1876年は水道事業の市営化を断行した。 それまでは議会から選ばれた資企業がガス、水道事業を行っていたが、私企業では資金力が足りないため設備投資がなおざりとなりがちで様々な問題が発生していた。とりわけ水道の水質の悪さが伝染病の原因になっていた。利用料金の釣り上げと相まって市民の不満が高まっていた。そこで私有化によって、 水道の水質の向上と全身的な利用料金の値下げを図ろうとしたのである。この政策はガス、水道社会主義と呼ばれた。その他、ベンジャミン・ディズレイリ内閣が制定した労働者住宅改善法を使って都市改造も行った。薄汚れた巨大村落に過ぎないバーミンガム市を一大商業都市にすると宣言し、貧民靴を次々と取り壊してその土地を収容し、 公園や街路などインフラ設備を行った。これにより市の中心部にあった巨大スラム街は商店街とオフィス街に変貌した。この事業は建設革命と呼ばれた。1877年1月27日のバニティフェア市のチェンバレンの議が。チェンバレンはバーミンガムにおける選挙の民衆動員、組織化を目的とする自由党の議会外組織。 バーミンガム自由党連盟の中枢として活動しており、その組織力をバック2876年にはバーミンガム選挙区から庶民委員議員に当選して中央政界に移った。国政においてチェンバレンは新旧新派と呼ばれた。地主貴族などの封建主義勢力を打破して資本家中心の社会を目指す点では旧来の旧新派と同じだが、 新旧新派はそれに加えて1867年の第二次選挙法改正以来、労働者層が大きな影響力を持った点に着目し、資本家と労働者の階級闘争を抑えるべく、労働者層に情報した社会改革を行う立場であった。具体的な内容の考慮を持ち、大衆を動員するという旧来の旧新派に、見られなかった強力な政治運動の手法も、 新を関された理由であると考えられる。さらに後年には旧進派が平和外交、小英国主義外交を施行するのに対して、新旧進派は帝国主義外交、強硬外交を推進するという特徴も出てくる。1877年には、バーミンガム自由党連盟を中核に、他の選挙区の同種の組織と合同して自由党全国連盟を結成した。同連盟は、 その強力な大衆動員能力で自由党の選挙運動に貢献したが支援する候補に対して連盟の新旧審的な方針に絶対服従することを要求したため自由党の公認候補者の決定や政策に新旧審派が大きな影響力を持つ原因になったそのため保守党のみならず保育派など自由党内と派閥からも強い批判を受けていた 1880年の解散総選挙の自由党の勝利は、ウィリアム・グラッドストンのミッドロージアンキャンペーンも去ることながら、連盟の大衆的組織活動の恩恵も大きかった。1880年7月6日のバニティフェア氏の庶民院国務大臣席の議が、左から首相、グラッドストン、インド担当賞、ハーティントン公爵、通称賞、チェンバレン、 総選挙の勝利で誕生した第二次、グラットストーン内閣に通商大臣として入閣した。通商大臣として貿易を所管することになったこと、またジョン・ドバート・シーリーの英国傍聴指論に感銘を、1881年にエジプトで発生したブラービー革命に対しては、それがムハンマド・アリー朝に対する放棄に止まっていた当初は、抑圧されたエジプト人民の正当な放棄と、 好意的だった。この段階から閣内でフランスと連携して武力鎮圧すべしと主張していたのはハーティントン公爵のみであった。しかし1882年6月にアレクサンドリア在住のイギリス人が多数殺害されてイギリス世論が降下するとチェンバレンも立場を変更してエジプトに投下しているイギリス資本とスウェズ運河を防衛せねばならぬと。 全閣僚の中でも最も強硬に軍事干渉論を主張するようになった。急進派のランカスター工僚大臣ジョン・ブライトが一人戦争に反対していたことと対照的だったという。最終的にグラッドストーン首相はチェンバレンの意見を入れイギリス単独でエジプト出兵して革命を武力鎮圧して同国をイギリス占領下に置いた。 1884年にイギリスとドイツ帝国がニューギニア支配権をめぐって対立を深めた際にもチェンバレンは強硬姿勢を取りドイツに先んじてニューギニアを獲得すべきと訴えた。しかしグラッドストーンはドイツと緊張が高まることを恐れニューギニアをドイツと分割占領した。次元理一方であるアイルランド強圧法の期限が迫る1885年。 アイルランド担当省、ジョージ・トレベリアンら保育派閣僚たちが、強圧法の延長を求めたが、チェンバレンはアイルランド国民党に一定の満足を与えるべきであると主張して、それに反対した。政府内には、アイルランド自治法を成立させるべきとの声もあったが、チェンバレンはそれにも反対した。彼はアイルランドについて、自治国にするのではなく、地方自治体としての権限強化を考えていた。 自由党内閣のグダグダした閣内論争にびれを切らしたアイルランド国民党のチャールズ・スチュワート・パーネルは保守党との連携に動いた。第二次、グラッドストン内閣は倒閣され、ソールズベリー公爵を首相とする保守党内閣が樹立された。チェンバレンは1885年4月に弱者を庇護し、社会制度の不平等な面を改善し、生存競争を緩和し、 多数派の福利を増進することがこれからの国家の義務となると語り、以降1885年11月の総選挙まで民衆の生活水準を上げることを公約する綱領を掲げてイギリス各地で遊説した。初等教育無償化、男子普通選挙、連合王国議会の優位の下での地方自治制度、確立、所得税や間接税の軽減、農地改革などがその内容であった。 当主グラッドストンが農地改革や初等教育無償化などに賛成しなかったことから、この綱領は非公式綱領と呼ばれた。非公式綱領の中でも、とりわけ民衆の人気を集めたのが農地改革だった。チェンバレンは農村について、小作人に小土地を与えて自作農民層を増やそうと主張した。チェンバレンの副審であるジェス・コリングスがこのキャンペーンの中心として活躍し、 総選挙の自由党の勝利に大きく貢献した。一方で、地主貴族が多い自由党ホイグ派は、新旧新派の農地改革に強く反対し、自由党は分裂寸前にまで陥った。ホイグ派の領袖であるハーティントン公爵は、やがて我々は自由党を出て保守党に合流することになるだろうと、ため息混じりに予言している。総選挙の結果、自由党が三百二十二議席、 保守党が251議席、アイルランド国民党が86議席をそれぞれ獲得した。保守党は少数派のままだったので敗北した形だが、自由党が過半数割れしたことを理由に政権にとどまった。しかし、結局1886年1月に召集された議会で自由党とアイルランド国民党が連携した結果、保守党政権は倒れた。 庶民陰議場のロビーを描いた木が、チェンバレント・グラッドストーンとパーネルが話している。グラッドストーンの後ろに、ランドルフ・チャーチル卿とハーティントン公爵がいる1886年2月に、第三次、グラッドストーン内閣が成立した。この頃グラッドストーンは、アイルランド自治の方針を固めていたが、アイルランド自治には、党内からもハーティントン公爵らホイグ派から強い、反発を受けていた。 ハーティントン公爵が入閣を拒否したため、保育派が離反した自由党内閣となった。チェンバレンは前述したように、アイルランドへの地方文献には反対しなかったが、グラッドストーンがやろうとしているようなアイルランド自治は、大英帝国の結合を弱めるものとして反対していた。しかし対立している保育派と共闘する形になって、派閥内の人望を落とすのだけは避けたいという思いが、 あったため、いやいやながら、グラッドストーン内閣に入閣した。本来、チェンバレンは、植民地大臣としての入閣を希望していたが、グラッドストーンは、議員生活10年の政治家に植民地層は、格が高すぎるとして拒否し、自治大臣職を彼に与えた。グラッドストーンは、緊縮のため、政務時間の一律減俸を行ったが、チェンバレンは、先の総選挙の3エーカーの土地と一等の牛、 キャンペーンの功労者であるジェスコ・コリング。さらにグラッドストーンはアイルランド自治法案の起草に熱中するあまり、チェンバレンが作成した地方自治法案を閣議で全く取り上げようとしなかった。このようなことが重なって、チェンバレンの不満は高まっていった。グラッドストーンが3月13日に閣議でアイルランド自治法案を発表すると、チェンバレンは職をとして同法案を阻止することを決意し、 アイルランド議会に権限を与えすぎている点、また、アイルランド議員が連合王国議会から排除される点から、連合王国の統一を破壊する法案として強く批判した。とりわけプロテスタント人口が多いアルスターに、このような法を適用するのは、南北アイルランド紛争を激化させるとして反対した。グラッドストンとチェンバレンの交渉が何度か行われた、ものの妥協には至らず、 チェンバレンは3月24日に自治大臣職を辞職した。グラッドストンのアイルランド自治法案は議会に提出されたものの、チェンバレンら新旧新派、ハーティントン公社クラ保育派の造反によって6月に否決された。ここに来てチェンバレンは新旧新的な政策を取り下げて、長年の敵対勢力であった保育派に接近し、両派閥を合同して、 新党自由統一党を結成した。自由党全国連盟も分裂し、連盟の大半は党首グラットストに従ったものの、バーミンガム自由党連盟など一部はチェンバレンを支持して、バーミンガム自由統一党連盟を結成した。保育派との連携について、無節操との批判が続出する中、チェンバレンは、私は絶対的な節操などという徳は 政治家にとって必要ではないと信じています。政治語る者、情勢の変化に応じて意見を変えていかなければならない義務もあるでしょうと反論している。アイルランド自治法案の否決を受けて議会を解散したグラッドストンだったが、1886年7月の総選挙の結果、保守党が316議席、自由党が196議席、自由党一党が74議席、 アイルランド国民党85議席をそれぞれ獲得し、グラットストーンは惨敗した。首相ソールズベリー公爵を描いた絵画第三次、グラットストーン内閣は、総辞職することになり、1886年7月に、保守党政権の第二次ソールズベリー公爵内閣が成立した。保守党が過半数に届かなかったため、自由統一党がキャスティングボートを握ることとなった。 ソールズベリー公爵は自由統一党の党首、ハーティントン公爵に保守党と自由統一党の連立内閣の首相になってほしいと打診したが、ハーティントン公爵はチェンバレンの自由党外流を警戒して、自由統一党は格外協力に止めたいと返答した。チェンバレンは非公式綱領の思想を諦めてはおらず、自分が格外協力する条件として、地方自治の農村への拡張。 土地改革制度推進を政府に要求した。チェンバレンの圧力によって、ソールズベリー公爵は次、1887年には、自作農を増加させるべく、配分地方が制定され、小作農一家族あたり一エーカーの土地を配分する、ことが目指された。1888年には、地方自治法が制定されて、行政州ごとに大議制の衆議会が設置され、 イギリス地方自治制度の基礎が築かれた。八百九十二年には既存の地主から土地を収容して小規模地主を増加させることを目的とした小農地保有法を制定させた。チェンバレンはその調査組織として創設された小農地特別委員会の議長に就任した。チェンバレンはもともと地主から土地を強制収容することを希望していたが、その点は保守党がブレーキをかけ、 収容は、衆議会と地主の合意によることとした。1891年から1892年にかけてくる総選挙に備えて、労働綱領を自由党一党の選挙綱領に掲げた。その内容は、講座、ただこの綱領は財源の裏付けがない点に批判があった。保守党や保育派とすっかり近しい存在になっていた。チェンバレンとしては、地主貴族や、 有産者層に負担を求めるわけにもいかず、社会政策の財源として、植民地獲得に目をつけるようになっていく。チェンバレンはこの頃、米国、それなくして、もはや経営者に貿易はありえない。したがって労働者に、賃金もあり得ないと語っている。植民地省の大臣デスクに座るチェンバレン1892年6月末の、解散総選挙に保守党と自由統一党が敗れた、結果、 一時的に自由党に政権を奪還されたが、1895年6月には、保守党が政権を再奪還し、第三次ソールズベリー公爵内閣が発足した。内閣はすぐに解散総選挙に打って出て勝利し、保守党と自由党一党が合同して、保守党一党政権が発足した。ただしこの時点では完全な合同ではなく、自由党一党は引き続き独自の組織と資金で、 運営された。この内閣にチェンバレンは自ら希望して植民地大臣として入閣することになった。内閣は事実上ソールズベリー公爵とチェンバレンの二人首相体制であったため両党政治とも呼ばれる。チェンバレンは私は第一に大英帝国第二にイギリス民族を信じる。イギリス民族こそが世界で最も偉大な支配民族であると確信している。これは 空虚な誇りではない。現に、我らが広大な領土を統治していること。ジェームソン侵入事件をめぐって、編集1897年の南アフリカ会議を描いたギガ。中央が南アフリカ会社社長、セシルローズ。右端が、チェンバレン植民地層1895年12月29日から、翌年1月2日にかけて、ジェームソン侵入事件が発生した。これは、 イギリスケープ植民地首相、また、直居会社イギリス南アフリカ会社社長である、セシル・ローズの首席補佐官、レアンダー・アスター・ジェームソンが、トランスバール共和国支配を狙って500名の、南アフリカ会社所属の騎馬警察官を率いて、同国へ侵入するも、翌年1月2日までには、全員トランスバール関係に投稿した事件である。この事件が起こった背景には、 ドイツ帝国政府とドイツ資本がトランスバールに接近を図っていたことへのローズの焦燥があった。この事件にチェンバレンが関与しているのではという噂は事件直後からあった。チェンバレンが計画の存在を知っており、それどころか結航を促進する指示さえ出した可能性は濃厚だったが、庶民院に設置されたジェームソン侵入事件に関するサモン委員会は、 ローズを弾劾して公職から罷免しつつ、チェンバレンや本国植民地省については関与なしとの判断を下した。サモン委員会でこういう結論が出されたのはチェンバレンが事前に南アフリカ会社の直居状取り上げをちらつかせてローズを脅迫し、彼にサモン委員会で植民地大臣は何も知らなかったと証言させたことが大きかった。また、 植民地大臣と植民地小高級官僚の無罪を証明するため数人の下級官僚をスケープゴートにした工作も功を奏した。さらにチェンバレンはドイツ皇帝ビルヘルム2世がトランスバール大統領ポールクリューガーに祝電を送ったことを利用してイギリス国民の怒りをそちらへ向けさせて自らの保身を図り、そればかりか民衆の世論を反トランスバールに 誘導するのに成功したのだった。チェンバレンは1897年5月より、ケープ植民地高等弁務官に着任したアルフレッド・ミルナーを通じてトランスバールに対する強行外交を行うようになった。ただし首相ソウルズベリー公爵が、マフディの反乱以来独立状態にあるスーダンの再征服を1898年に計画していたため、 チェンバルンもそれが終わるまではことを荒立てすぎないようにと、ミルナーを抑制した。中国分割をめぐって、編集1895年の日清戦争で、日本に敗れた清は巨額の対日賠償金を負い、ロシア帝国とフランスから借款を余儀なくされた。両国はその見返りとして、ロシア資本の満州、北中国進出、フランス資本の南中国進出を認めるよう、 清政府に強要し、アヘン戦争以来の真のイギリス一国の繁殖民地状態が崩壊し、列強諸国による中国分割が開始された。とりわけロシアは1898年に、両東半島の旅順と大連に軍を派遣して、咀嚼地として強奪し、北、中国における軍事的優位を確立していた。これについてチェンバレンは、バーミンガムで悪魔と食卓を共にするのには、 長いスプーンが必要です。イギリスがこれまでのような孤立主義をとっていたら、我々の中国内における利益は考慮されることなく、中国の命運は決定されていくことになるでしょう。と演説し、中国分割において利害関係が最も近い列強国と同盟を結ぶことを示唆した。フランスはロシアの同盟国なので除外され、 アメリカ合衆国はイギリス同様に海軍力に依存しているので、ロシアに対抗する国にはなり得ない。提携相手は相応の陸軍力を持った国でなければならなかった。チェンバレント・ハーティントン公爵と第一、大倉卿・バルフォアは、その同盟相手としてドイツと日本を挙げた。1900年のギワダ団の乱で、ロシアが満州を軍事占領したのを契機として、 英独間で様子公協定が締結されたが、ドイツは満州についてこの協定を適用することを拒否し、ロシアとの対立を回避したため、結局イギリス政府はロシアの満州、朝鮮半島への野心を恐れていた日本と同盟に向かうことになる。植民地会議、編集、ビクトリア女王の在位60周年記念式典が、 あった1897年6月24日には、カナダなど大英帝国自治領の首相たちを招いての植民地会議がチェンバレンの主催で開催された。会議でチェンバレンは、各自治領大使が参加する大英帝国議会の創設、帝国内自由貿易推進のための関税同盟などを提唱したが、自治領首相たちはイギリス本国に主導権を握られることや、 関税収入がなくなることに対して難色を示した。会議は具体的な成果なく終わったものの、自治領を以前よりも大英帝国に強く統合するというイギリス本国の思考を自治領に示したという点では大きな意味があった会議である。またこの際にチェンバレンが仲が悪いオーストラリア各州の首相と面会してその関係を圧旋したことでオーストラリア各州の統合へ向けた動きに 弾みがつき、1901年にオーストラリア連邦の創設が実現している。第二次防は戦争、編集1901年3月7日のバニティフェア氏のチェンバレンの儀が、スーダン再征服は1898年終わりに完了した。同じ頃、ドイツ政府がサモアのドイツ領有をイギリスが認めるなら、イギリスとトランスバールが戦争になった場合、ドイツは、 中立の立場を取るという提案をしてきた。チェンバレンは、イギリス資本が莫大な投資をしているトランスバールが最優先であるとして、ドイツの提案に応じるようソウルズベリー公爵に進言し、その結果イギリス政府はこの提案に応じることとなった。広告の憂いを絶ったチェンバレンは、1898年後期からトランスバール在住イギリス人の選挙権問題などで、 トランスバールに干渉するようになった。1899年6月にチェンバレンはトランスバールのイギリス国民たちが奴隷状態に置かれているというセンセーショナルな内容のミルナーの電報を国民に公表して反トランスバール世論を煽った。マスコミ各紙も盛んにトランスバール批判を展開するようになった。タイムズ紙はトランスバール政府は選挙権を与えられていない。 外国人から搾取した資金で軍備増強を図っている。これは注目に値することである。多数のライフル銃がトランスバール農民に配られている。と書き立てている。チェンバレンははじめトランスバールを戦争なき無条件降伏に追い込もうと考えていたが、それが無理そうだと判断すると、1899年8月下旬頃からミルナーの海戦論に賛同するようになった。 チェンバレンは9月の閣議で英領ナタールの戦力強化を主張して1万人のインド兵をナタールに送り込む閣議決定を出させた。さらにイギリス国民の戦意を煽るべくトランスバール側に最後通帳を出させようとトランスバール挑発を行った。これに耐えかねたトランス、10月10日にイギリス政府がこの最後通帳を拒否したことで両国は改選に至った。 当初この戦争は1899年のクリスマスまでには終わると想定されていたが予想以上にボーア人が奮戦したため長期戦となったそれでもイギリス軍は着実に戦果を上げていき1900年6月5日にはトランスバール首都プレトリアがイギリス軍によって占領されたこの報告を受けたチェンバレンは総選挙の絶好のチャンスとみてソールズベリー公爵に 議会の解散を進言した。その結果、9月に議会は解散となった。この選挙における与党の選挙運動は、ほとんどチェンバレンによって指導された。首相でも庶民院内総務でもない人物が、選挙戦を指導するのは、前例のないことであった。チェンバレンは、有権者諸君、一個人、一政党の利益ではなく、帝国全体の利益について考えてほしい。 与党が失う議席は、防和人が得る議席であるなどと戦意を煽る演説を盛んに言った。また自由党内で、防ア戦争支持よりの態度をとっていた、自由帝国主義派と区別が曖昧になることを警戒し、自由党に属する者は、全員昇英国主義者、自由党議員は全員防ア人の手先とする、レッテル貼りを強化した。10月に行われた、総選挙の結果、 与党は自由党とアイルランド国民党に対して134議席の大差で勝利した。一方、ボーア戦争は未だ終わっていなかった。国土を占領されてもボーア人が屈することはなく、必要なゲリラ攻撃でイギリス軍を苦しめていた。最終的には、イギリスボーア人双方の沿線気分が高まってきたことで1902年6月に至って、講和条約が締結されて、 トランスバールはイギリスに併合されることとなった。関税問題。編集1902年7月11日に、ソールズベリー公爵が首相を退任。そのおいであるアーサー・バルフォアが首相に就任し、バルフォア内閣が発足した。この頃チェンバレンは交通事故にあって療養中だったため、後継の首相になることができなかった。ソールズベリー公爵がおいに後を継がせるためこの時期を、 選んで辞職したとする説もあるが定かではない。ただチェンバレンは名誉に関心はなく、実験だけを求める性格なので、自分の意見を重んじるのであれば、年下のバルフォアの下で働くこともやぶさかではなかった。彼はバルフォア内閣でも植民地大臣に留任することとなった。予想外に長引いた防ア戦争には2億2300万ポンドもの戦費がつぎ込まれており、1900年以降、 イギリス財政は赤字になっていた。こうした中、チェンバレンは外国商品に対して報復関税をかけつつ、帝国特恵関税制度を導入して、大英帝国内の関税は安くすることを主張するようになった。大英帝国の結びつきを強化して、自給自足経済圏の建設を目指すとともに、関税収入をもって、均衡財政と社会保障費の確保を図ろうという意図であり、 小英国主義とは真っ向から対立する発想だった。しかしこの計画は自由貿易派の増傷、チャールズ・リッチーから強い抵抗を受けた。チェンバルーンが1902年から1903年3月にかけて南アフリカを訪問してロンドンを不在にしていたことが災いし、リッチーの強硬な反対は他の閣僚にも伝播した。リッチーが反保護貿易主義的な予算案を提出したことに、 反発して、チェンバレンは1903年5月15日に、バーミンガムで行った演説で、帝国内特恵関税制度を提案した。その演説で彼は、私は、大英帝国を信じている。その最高の任務の一つは、全世界の国々と友好を育むことだが、もし孤立しても自給自足でき、いかなる相手とも競争できる、そんな大英帝国を、私は望む。と語った。 この演説以降、関税問題は、政界と世論を二分する大論争となった。貧しい庶民は、パンの値段が上がることに反対し、保護貿易には反対だった。金融資本家も、資本の流動性が悪くなるとして、保護貿易には反対だった。対して、工業資本家や地主は保護貿易を歓迎し、チェンバレンを支持した。ただ、現実問題として、大不況期は過ぎ去っており、 再び貿易額が増加し始めていた時期であったから、自由貿易を捨てるのは、時期尚早に思われた。閣内では、リッチーのほか、数イン議長デボンシャー公爵やインド担当省、ジョージ・ハミルトン卿などがチェンバレンに反対した。若き新米議員ウィンストン・チャーチルも自由貿易を、報じて、チェンバレンに反対している。自由帝国主義派と小英国主義派に分裂していた。 自由党も自由貿易支持、反チェンバレンの旗のもとに一致団結して固まった。孤立したチェンバレンは、保護貿易の世論を喚起することを狙うようになり、内閣に発言を拘束されぬため、1903年9月21日に植民地大臣を辞した。1909年のチェンバレン自由統一党内では、依然として、チェンバレン支持の声は強く、1904年5月には、 バーミンガム自由統一党連盟総裁の地位をデボンシャー公爵から奪い取っている。チェンバレンはバーミンガム自由統一党連盟の大衆動員能力を使って完全復活の世論を喚起しようと図ったが庶民の保護貿易への警戒感を解くには至らなかった。自由党のアスキスがチェンバレンが演説した場所を追い回してはチェンバレンの完全復活案を批判する演説をして 回ったことも影響した。首相バルフォアは保守統一党政権の分裂を防ぐために関税問題に触れるのを避けようと努めていたが、自由党は1905年3月に政権に揺さぶりをかけようと関税復活反対決議を議会に提出してきた。バルフォアは決議が抽象的であることを理由に決議に棄権する方針を打ち出したが、保守統一党政権の土台はぐらついていった。 保守統一党若手議員たちが続々と離党して自由党へ移り始めた。後の英国首相、ウィンストン・チャーチルもその一人だった。そのような状況になってもチェンバレンに引くつもりはなく、1904年11月に開催された保守党立憲協会全国連盟の入滑する大会ではチェンバレン派が主導権を握って保護貿易主義の決議を採択させた。これにより、 バルフォア首相とチェンバレンは公然と対立するに至った。バルフォアは自由党内でアイルランド問題をめぐって分裂が始まった状況を考慮して今自由党に政権を譲ればおそらく組閣できないばかりか自由党分裂を誘うことができるのではと考えて1905年12月に内閣総辞職した。しかし少数与党として政権についたキャンベル・バナマン自由党政権は アイルランド国民党党首ジョン・レドモンドから次回期にアイルランド問題を取り上げないとの保障を得てアイルランド問題を棚上げにして党分裂を回避し直ちに解散総選挙に打って出た同選挙で保守党は惨敗している1906年7月にはバーミンガムでチェンバレンの70歳の誕生日が盛大に祝われたがこの直後に彼は脳卒中となり倒れた 病状は悪化していき、やがて半身不随となった。1914年7月2日に、ロンドンで死去した。1896年のジョゼフ・チェンバレン・ビクトリアーサ、イギリスでは被告教徒の実業家は、貴族と結婚でもしない限り、正解で養殖につける見込みは、ほとんどなかった。チェンバレンはその数少ない例外となった人物である。19世紀後半は、 中産階級と労働者階級が既存の権威に反発した時代だったが、チェンバレンは彼らの世論を背景に労働者階級の保護と大英帝国の拡張を求めて戦った。ロイド・ジョージはチェンバレンについて労働者の心理や願望を深く理解した人だったと評している。チェンバレンは社会主義と帝国主義を結合した社会帝国主義の政治家として知られる。ウィンストン・チャーチルは チェンバレンの帝国主義について、ディズレーリのイマジネーションを保守党によみがえらせた。大英帝国全身民に一体感を持たせ、彼らの未来はこの考えに従って行動するか、田舎にかかっていることを知らしめたと評する。ディズレーリの帝国主義とチェンバレンの帝国主義の違いについては、ディズレーリの帝国主義、大英帝国間が政治的なものだったのに対して、 チェンバレンのそれは経済的なものだった点が指摘されている。彼の帝国主義は社会政策の財源確保と雇用創出という面が大きかった。そのためには大英帝国を傍聴させて帝国内自由貿易を進行させる必要があったのである。一方チェンバレンは優れた大衆政治家でもあるので政治効果も狙っていないわけではなかった。 優等民族アングロサクソン族は未開民族に文明をもたらす義務を負っているというマニフェストデスティニーを積極的に訴え国民のナショナリズムを煽った。こうした思想は当時のイギリス国民のミニーとがっちり合っており、チェンバレンは国民から俺たちの女王と呼ばれていた。社会主義の面で言えばチェンバレンはリベラル、レイバリズムと位置づけられ、 フェビアン社会主義への過渡期的政治家と評価される。フェビアン社会主義者のように、中央集権体制、官僚主義体制を目指さず、地方自治を強化して、地方自治体による社会政策を推し進めた点で、自治集散主義者に分類する評価もある。1885年には財産がその安全を保障される代償として、身の白金を支払うべきだ。 貧乏がもたらす害悪の軽減、労働者の報酬の増額、貧者や弱者に希望と勇気を与える福祉立法を実現し、最大多数の最大幸福を達成すべきであると訴える演説を行い、以降貴族や保守派からイギリスのロベスピエールと呼ばれて恐れられた。共和主義の精神にも共感を示していた。ただし、チェンバレンの考える共和主義とは文字通り、 イギリス王室を廃止して、共和制にという意味ではなく、文地など、偶然の恩恵によって差がつくことが極力ない社会を実現するということである。貴族については、学に汗して働かず、意図を紡がないものと呼んで批判していた。チェンバレン自身もサーの称号や、貴族の借を辞退している。バーミンガム大学の創設者で、初代総長でもあった。シャンパンが大好物だったと言い,い、 医者が夜にシャンパンを飲むことを控えれば寿命が10年は伸びますと進言してきても、その程度の効果なら止める必要な死として飲み続けたという。ジョゼフ・チェンバレン、孫ジョゼフ、長男・オースティン。チェンバレンは3度結婚している。最初の妻・ハリエットとは1861年に結婚した。ハリエットは、長女・ビアトリス、長男・オースティンの2子を設けたが、出産が元で死去した。 結婚からわずか2年足らずでの死別であり、チェンバレンは友人に、これ以上生きることができないほどの悲しみと述べている。1868年に、ハリエットのいとこであるフロレンスを2番目の妻に迎えた。彼女との間に、次男、ネビル、次女アイダ、三女、ヒルダ、四女エシルの4校を設けた。だが、フロレンスも出産が原因で1875年に死去した。 1887年、51歳の時に23歳のメアリーと3度目の結婚をした。彼女と人生の最後まで連れ添うことになった。歴史カペトリーは、ジョゼフ・チェンバレンの勇気と困難な事態に背を向けない、行動力はその息子であるオースティンとネビルにも受け継がれたと述べている。外情となる長男オースティンは、私の父は大英帝国に新しい命を吹き込み、しかも、 大英帝国のたどるべき方とを示したのであると語った。首相となる次男ネビルは青年時代の私が父から受けた深い感銘はその公的生活を貫いた考え方である。それはまた公的生活に入ってからの私にも大きな影響を与えた。その考え方とネビルは父の意志を引き継いで1923年には保健大臣として 住宅法と地方自治体法の制定に携わり、地方自治体強化と住宅建設を推進した。またネビルは帝国内特恵関税制度の主張も継承し、1932年にその法律の制定を主導することになる。ありがとうございます。